Nagoya City. City. I love Nagoya. I love Nagoya. ここからは名古屋シティ I love 名古屋。私も大好きラブ名古屋のここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは健康福祉局からのお知らせです。皆さん朝ごはん食べていますか？朝ごはんを食べないと疲れやすくなったりイライラしやすくなったりするんです。その上1日2食になると体がエネルギー源となる脂肪を蓄えようとするため肥満につながりやすいというデメリットもあります。朝ごはんを食べれば体温が上がり体の動きが活発に、仕事や勉強への集中力アップも期待できます。一日の始まりは朝ごはんから。毎年6月は食育月間です。名古屋市でも食に関する情報の発信に力を入れています。この機会に改めて食について考え、朝ごはんを食べる習慣を身につける、いつもの食事に不足しがちな野菜を加えるなど、できることから始めてみませんか？名古屋市では食育ウェブサイト名古屋食育広場を開設し、食育に関する情報やコラム、レシピなどを掲載しています。詳しくはインターネットで名古屋食育広場と検索していただくか、名古屋市健康福祉局健康増進課電話 052-263-3126 052-263-3126 までお問い合わせください。 NEXT。続いて中部電力未来タワーからのお知らせです。1954年に名古屋テレビ塔として開業した日本初の集約電波鉄塔、中部電力未来タワー。全国のタワーでは初めて国の重要文化財に指定されており、名古屋のシンボルとして親しまれてきました。そんな中部電力未来タワーは2024年6月20日に開業70周年を迎えます。これを記念して同じく今年70周年を迎えるゴジラとのタイアップイベントが実現しました。実は中部電力未来タワーは映画ゴジラ作品の中でこれまでに3回も破壊されたことがあるなど、ゴジラにゆかりのある場所なんです。タイアップイベントではタワー南側に広がる久屋大通りパーク水辺広場にゴジラが出現し、展望台には名古屋の街とゴジラそれぞれの70年の歩みを重ねて楽しめる AR が登場。限定コラボグッズの販売も行います。開業70周年特別企画、中部電力未来タワーにゴジラ襲来は6月20日木曜から9月23日月曜まで開催。詳しくは中部電力未来タワーのウェブサイトをご覧いただくか、観光文化交流局観光推進課電話 052-972-2425 052-972-2425 までお問い合わせください。 名古屋 City Information。 ではここでイーブル名古屋からのお知らせです。名古屋市男女平等参画推進センターイーブル名古屋では、男女共同参画週間に合わせて6月25日火曜に女性の権利110番を開設します。女性の権利110番は無料でご利用いただける女性向けの電話相談窓口です。職場でセクハラを受けている、帰宅中ストーキングにあった、夫に暴力を受けている、離婚するにはどうしたらいいのといった女性の人権に関わるご相談に対し、弁護士が法律的な知識やアドバイスをご提供します。ご相談は6月25日火曜の午前10時から午後3時まで、利用は無料です。電話 052-323-7830 052-323-0 で受け付けます。お困りの方はお気軽にご相談ください。なお対面での相談をご希望の場合は面接相談をご利用ください。面接相談では弁護士と女性の専門相談員が気持ちの整理をお手伝いしながら、法律的な知識アドバイスを交えて総合的な問題解決を目指します。ただし面接相談は先着12名の事前予約制です。面接相談をご希望の方はイーブル名古屋相談室相談専用ダイヤル電話 052-321-2760 052-321-2760 までお電話ください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。ポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週木曜日もお楽しみに。